サバスチャンことセバスティアン・アクショーテは、エドバンガーレコーズ所属のフランス出身エレクトロニック、ミュージシャン、DJ。ソロでは、エレクトロニックミュージシャンのほか、シャルロット・ゲンズブール、ダフト・パンク、ビースティ・ボーイズ、ブロック・パーティ、ネロなどのバンドやアーティストのリミキサーをしている。シャルロット・ゲンズブール、フランク・オーシャン、カトリーヌ、カビンスキー、ノエル・アクショーテ、アフイ、 ウッドキットなどのアーティストの楽曲プロデュースなども手掛け、ノートルジュール・ビエンドラ、ステークの映画音楽も作曲。数々の楽曲がテレビやテレビゲームに起用されている。セルビア系フランス人のサバスちゃんはパリで生まれ、パリとベオグラードでシングルマザーに育てられた。ギタリストのノエル・アクショテの弟である。子供の頃、兄からジャズとエクスペリメンタル音楽の影響を受けた。 DJ プルミエなどのアーティストからヒップホップの影響も受けた。サバスちゃんは15歳の時に音楽制作を始めた。2005年ヒップホップバンドで活動をしていたサバスちゃんはバンドメンバーから新聞紙に載っていたエドバンガーレコーズの電話番号を知る。電話でレーベルオーナーのペドロ・ウィンターに売り込み契約をし、その年には HAL と スモーキングキルズの2枚の EP をリリース。同年、サバスちゃんは、アニー、ベンジャミン・シーブス、ダフト・パンクのリミックスを手掛け、サバスちゃんによる、ヒューマン・アフター・オールのリミックスは、ダフト・パンクが思う、自作の歴代1位のリミックスだと言われている。2006年夏、エド・バンガー・レコーズから EP、ロス・ロス・ロスをリリース。この年、サバスちゃんは、過去最多のリミックスも手掛けた。 2007年には同じレーベルに所属するミスター・アオイゾの映画、ステークのサウンドトラックをセバスチャン・テリエとミスター・アオイゾと共に作曲。同年、数々のリミックスを手掛け、自身の EP、ウォークマンにリリースのほか、ダフトパンクのアライブ2007ツアーでカビンスキーと共に DJ としてのオープナーを務めた。サバスチャンの曲、グリールを含む、 エドレックボリュームにも2007年にリリース。2008年には EP のモーターと17曲のリミックスを含むアルバムのリミックスをリリース。2008年にリリースされたエドレックボリューム3にはサバスチャンの曲ドックも入っている。2009年バルセロナのソナーフェスティバルにて自身の初ライブセットパフォーマンス。2010年に同じレーベルに所属するアフィのシングル ディフィカルトをプロデュースし、リミックスとしてディフィカルトを提供した。同年自身の曲、スレノディをエドバンガーレコーズのクリスマスコンピレーションアルバムにてリリース。2011年初期、サバスちゃんはエドバンガーレコーズのコンピレーションアルバム用にエニーを提供。その後自身のデビューアルバムトータルを発表し、タイトルトラックの過激な映像のビデオをリリース。サバスちゃんの曲、 エンボディのビデオもシングルと共にリリース。アルバムのトータルはヨーロッパで5月30日、アメリカでは6月7日にリリース。その後アルバムから CTFO とラブインモーションがシングルとしてリリースされた。2011年にはプライマリーツアーツアーが開催され、ヨーロッパ、アジア、アメリカを渡るツアーが8月から12月まで行われた。 同年ビースティボーイズを含む3つのリミックスをリリースした。2012年には、ネロ、ザシューズ、バンシー、ウッドキットのリミックスを手掛けた。同年、ザ・エピーコレクションをリリース。ジャスティスのニューランズのリミックスが2012年6月25日にリリース。サバスチャンは、カトリーヌの2014年アルバム、マグナムの作曲、プロデュース、ミックスを務めた。同年、 シャルロット・ゲンズブールの曲、h イ・ジョーのリミックスを手掛けた。2014年には、ホールアートボーイのアルバム、アメリカン・ビューティー、アメリカン・サイコの曲、アメリカン・ビューティー、アメリカン・サイコをプロデュース。2015年、サバス・チャンは、フランク・オーシャンの曲のプロデュースを終え、自身の次のアルバムの制作に取り掛かると、エド・バンが、レコーズのオーナーであるペドロ・ウィンターが発表した。 フランク・オーシャンの2016年アルバム、ブロンドのトラック、フェイスブックストーリーで、サバスちゃんが登場。2017年、シャルロット・ゲンズブールのアルバム、レストをプロデュース。2018年2月27日、フランスのパリで開催されたイブ・サン・ローランのウィンター18、コレクションキャンペーンのサウンドトラックを制作。2019年5月、ギャスパー・アノイがメガボルトを手掛けた。 サーストと歌手のガラントをフィーチャーするランホーメオ新作アルバムサーストからリリース7月9日にベオグラードをリリース9月5日にメイヤーホーソーンをフィーチャーする4つ目のシングルベターナウをリリース次マガジンページ31ダイバーマイクセバスチャントータルレビュー BBC2012 年5月22日閲覧 A.B. ートーマス H アンコールユニフォアミックスマグハット ABC バック、セーボ、セバスチャンスタンズアパートフロムダフトパンクフレンチタッチ、ウィズヒップホップルーツスピナーハット、セバスチャントータル。デイリーモーション。2012年6月11日閲覧。プライマリーツアー EP。2011年8月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年9月26日閲覧。 ニューランズ EP.iTunes.Apple.2012 年6月11日閲覧。ペドロ・ウィンター・フェットレ・ジュニアン・ D. エド・バンガー。レインロックス・スタイル。2015年6月26日。閲覧。ホモ・アード・ジョナサン・シャーロット・ゲンス・ブールはニューヨーク・アベック・サバスチャン・ポア・サン・ヌ・ベル・アルバム。CHARTSINFRANCE.net 2015年6月26日閲覧。セイントローランウィンター18コレクション。YouTube。2018年6月13日閲覧。ウィンター18コレクションバイアンソニー・バコラロ。February 27th トロカデロ。パリ。サウンドトラックバイセバスチャン。ヌエバムジカデサバスチャンパラセイントローラン。ビートマッシュマガジン。2018年6月13日。閲覧。 サバスチャンブエルベ A、ー、カレボルアールコンラマーケセイントローランパラポネアムジカ、エースヌエバカンパーニャ、タルワエコモヤヒシエライエヌ2016、エルアルティスタフランセズヘクタールコンプエストラムジカデル、ビーダオコンエルクラコナシダマーケデモーダヘクタール、プレゼンテード、スーコレクションパラエルプロクシモインビアーナンバー、サバスチャンアゲインコラボレーツ、ウィズザセイントローランブランドツープットミュージックツーゼアー、ニューキャンペーン、 As it already did in 2016, the French artist has composed the music of the video, with which the well, k no w n fashion brand has presented its collection for, next winter, Savace Chan b サバスチャンアノンスウ e w ェルアルバムアベックルクリップで、ランフォ Rain ン o c k s 2019年5月27日、閲覧。Savace Shares Chan New French Electro Banger, b e ベオグラード。 ストーニー・ローズ2019年7月9日閲覧ありがとうございます。